皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、この前、早見優さんの YouTube を見ていたら女優の池上きみ子さんが出ていて驚いたんだぜ。最近は昔のテレビドラマの再放送くらいでしか見かけなかったから、随分老け込んだようでちょっとショックだったんだぜ。池上きみ子さんもすでに還暦を過ぎているからね。今でもドラマなどに出演されているけど、確かに昔ほどはテレビで見る機会も減ったわよね。昭和の頃は美人女優の一人として大活躍だったんだぜ。火曜サスペンス劇場や土曜ワイド劇場では何度も主演していたし、男女七人夏物語では全然違うタイプの女性を演じていたんだぜ。男女七人夏物語も懐かしいわね。あの頃は明石家さんまさんもテレビドラマや映画で俳優としても大活躍していたけど、最近ではもうテレビドラマに出演することはないものね。さんまさんと大竹忍さんが後に結婚するきっかけにもなった伝説的なドラマだけど、今の若い人たちはきっと知らないに違いないんだぜ。よし、じゃあ今回は、昭和の大ヒットドラマ、男女七人夏物語、についてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。男女七人夏物語は、昭和61年7月25日から9月26日にかけて、TBS 系列で毎週金曜日の夜9時から放送された鎌田敏夫脚本のテレビドラマだったわね。ちょうど、バブルの頃のドラマだったんだな。そういえばドラマの中にもバブリーな雰囲気のシーンがいくつもあったんだぜ。鎌田敏夫さん脚本のドラマはあの頃随分と流行ったんだぜ。金曜日の妻たちへ、も確か鎌田敏夫さんの脚本だろ。そうだね。飛び出せ青春、俺たちの旅、などの青春ドラマシリーズにメインライターの一人として参加した鎌田敏夫さんは、昭和58年の金曜日の妻たちへ、で不倫ブームを巻き起こし、金妻、という言葉は不倫の代名詞みたいになったよね。男女七人夏物語、の大ヒットに続き、男女七人秋物語、も担当、田村正和主演のニューヨーク恋物語、も鎌田敏夫さんの脚本だったわね。前編ニューヨークロケのテレビドラマなんて、今じゃ考えられないんだぜ。ところで明石家さんまさんって、男女七人夏物語に出演する頃にはすでに大人気で、テレビドラマにも出演していたんだろ。そうだね。男女七人夏物語が放映された昭和61年は、俺たちひょうきん族が始まってすでに5年が経っていたし、笑っていいともの金曜日のレギュラーも務めていたわね。すでに押しも押されもせぬ人気スターだったわけだな。俳優としてはどうなんだ？俳優としては昭和55年の天皇の料理番にレギュラー出演して、役者として全国区に進出したのを皮切りに、沢口靖子主演の NHK 朝の連続テレビ小説、身を尽くし、に出演したり、さんまさん主演のフジテレビのドラマ、心はロンリー気持ちは、シリーズもすでに始まるなど俳優としても活躍していたわね。男女七人夏物語ではさんまさんのキャラクターそのままの陽気な役を演じていたよな。明石家さんま演じる主人公の今井亮介はある日初対面で意気投合した大竹忍演じる神崎桃子を自分の部屋に泊めるんだけど、お互い酔っていて全然覚えていないのよね。この共演がきっかけで後に二人が結婚するかと思うと、もう一度第一話から見直したくなるんだぜ。でもこの時は大竹忍さんは結婚されていたんだよな。そうだね。昭和48年にフォーリーブスの北浩二さん主演のテレビドラマ僕は女学生の出演者一般公募に応募した大竹さんはこれに合格し芸能界デビュー。昭和57年には TBS のディレクター服部誠二さんと結婚し、男女七人夏物語放映前年の昭和60年には長男を出産されているね。でもこの最初のご主人とは死別されちゃうんだよな。子供も生まれたばかりなのに辛すぎるんだぜ。服部誠二さんはこの当時、すでに癌で闘病中で、男女七人夏物語、終了後に生放送で放映された、さんま、忍の何でもトーク、の日に余命宣告を受けたそうだよ。男女七人夏物語、放映翌年の昭和62年にお亡くなりになられ、3ヶ月後には続編の男女七人秋物語の撮影がスタートしたそうだよ。大竹しのぶさんにとっては人生で一番辛い時期だったはずなのに、そんな時に天真爛漫な桃子役を演じなきゃいけないなんて皮肉なもんだぜ。そんな苦しい時期を支えたのがさんまさんだったんだな。
そもそも大竹しのぶさんといえば、男女7人夏物語に出演するまでは、映画、青春の門、や、あの麦峠、みたいなシリアスな役が多くて、どちらかといえば陰キャな映画女優さんだったんだぜ。そんな大竹しのぶ演じる桃子はノンフィクションライターを目指していて、寂しい思いをしている女友達のために片岡鶴太郎演じる大沢貞九郎に友達を連れてきて、と合コンを申し込むのよね。そしてそこで陽介と再会することになるのよね。この頃の鶴ちゃんは今とはまるで別人だな。今の若い人は片岡鶴太郎といっても時々テレビに出てヨガやショーを披露する変なおじさんとしか思っていないんだぜ。もしかすると名前からして歌舞伎役者だと思っている Z 世代もいるんじゃないのか。幼い頃から芸人を志していた片岡鶴太郎さんは高校卒業後、声帯模写の片岡鶴八に弟子入りしたり、はやぶさ順の下で修行するなど下積み時代を過ごした後、俺たちひょうきん族に出演して全国に顔と名前が知られるようになるのよね。はやぶさ順ってトランポリンの芸人さんだよな。そんな名前、久しぶりに聞いたんだぜ。鶴ちゃんは岡鶴太郎の芸名で2年ほど在籍したそうだけど、不安を感じて無断で逃げ出しちゃったそうなのよね。でもそのおかげで近藤雅彦や小森のおばちゃま、浦部久美子、タコ八郎などのモノマネでブレイクすることができたんだぜ。そうして、男女七人夏物語にもキャスティングされたわけだな。鶴太郎さんはその後も、季節外れの海岸物語、シリーズなど数々のテレビドラマや映画に出演しているわね。そんな鶴ちゃん演じる大沢貞九郎が好きになったのが池上紀美子さんが演じる朝倉千秋だったよな。でもその千秋は陽介のことが好きで、貞九郎の切ない片思いに感情移入する昭和の男性がたくさんいたんだぜ。池上紀美子さんのお母さんは人間国宝として知られる8代目坂東三五郎の次女で、2015年に亡くなられた10代目坂東三五郎とはいとこ同士になるのよね。それは知らなかったんだぜ。池上紀美子さんは、愛と誠の早乙女愛役で名前を知られるようになったんだよな。人気漫画、愛と誠は昭和49年7月に西城秀樹、早乙女愛主演で映画が公開された後、10月には、純愛さんが、愛と誠のタイトルでテレビドラマ化されたんだよね。当時まだ15歳だった池上紀美子さんがオーディションでヒロインに選ばれ、主題歌も歌ったのよね。15歳の池上紀美子さんは透明感がすごいんだぜ。男女7人夏物語では女4人の中でもみんなを心配するお姉さん的な存在だったけど、実は両親の不仲が原因で男性を本気で愛せない訳ありな女性を好演していたんだぜ。そんな池上紀美子演じる千秋と同じように両親の不仲の影響で女性を真剣に愛せなくなっていたのが奥田瑛二さん演じる野上公明だったのよね。奥田瑛二さんも下積み時代が長かったんじゃないのか。男女7人夏物語は奥田瑛二さんの出世作の一つと言ってもいいんだぜ。小学生の頃から役者を志していた奥田瑛二さんは大学中退後、高校の先輩でもある天地茂さんの付き人を2年ほどしていたそうだけど、将来に不安を感じて夜逃げ同然に飛び出しちゃったそうなんだよ。昭和の俳優さんは大物俳優の付き人をしていたという人が多いよな。売れない頃は夜の仕事で食いつなぎ、家賃が払えずに一時期は公園でホームレスのような生活をしていた時期もあったそうだよ。昭和54年の映画、もう頬杖はつかない、では主演の桃井かおりさんの相手役に抜擢され注目を集め、NHK 総合テレビの宮本武蔵のまた8役、金曜日の妻たち S3 恋に落ちて、の出演を経て、男女7人夏物語、でさらに知名度を上げることになったのよね。金妻では森山良子さんと不倫する役だったよな。男女七人夏物語では角地加子さん演じる沢田香織に熱烈にアタックされるんだけど、なかなか本気になれないモテ男を演じていたんだぜ。角地加子さんもこの頃から1990年代にかけて多くのヒットドラマに出演していたよな。そうだね。短大在学中に雑誌 JJ のモデルとしてデビューした角地加子さんは、昭和57年に TBS ドラマ白きボタンにで女優デビュー。男女七人夏物語に出演後も数多くのドラマに出演、ずっとあなたが好きだった、誰にも言えないに主演し大ヒットを飛ばしたのは1990年代に入ってからのことだったわね。男女七人夏物語では、最初は釣れないそぶりの君明に振り回されるけど、徐々にしたたかさを身につけて、わざと他の男性を連れて目の前に現れたりして、
ついに君秋から告白されるんだぜ。こういう恋の駆け引きが男女七人夏物語の一番の見どころだったわね。一度は陽介と結ばれた千秋も徐々に違和感を感じ、結局は嵐の夜に陽介が桃子に告白して二人は結ばれるのよね。男女七人夏物語の中でも有名なシーンなんだぜ。一人ぼっちになった千秋も貞九郎の優しさに気づき、最後は栄転が決まった貞九郎に行かないでよ、貞ちゃん。あたし、貞ちゃんを好きになる。と告白して引き止めるのよね。これでみんな、めでたし、めでたし。なんだぜ。あれれ、さんまとしのぶ、奥田瑛二と角地加子、鶴ちゃんに池上きみ子。あう、一人足りないんだぜ。もう一人の女優さんの名前がどうしても出てこないんだぜ。随分失礼だわね。桃子たちの友人、椎名美和子を演じていたのは雑誌モデルとしてデビューした後、朝のワイドショー番組などでリポーターを務めていた小川みどりさんだね。あう、名前を聞いてもやっぱり思い出せないんだぜ。男女七人夏物語って主題歌から何からあんなに流行ったのに、たった10回のドラマだったんだな。合コンシーンのブーツグラスでの乾杯シーンは当時の若者たちの間で随分流行ったもんだぜ。今、あんなグラスでビールを飲む人はまずいないんだぜ。確かに流行ったわよね。主題歌は続編の男女七人秋物語と混同されやすいけど、石井明美さんが洋楽をカバーしたチャチャチャで、ノンフィクションライターになるためにアメリカに旅立つ桃子が空港で陽介にキスをして別れる最終回は視聴率 31.7% を記録したのよね。この頃はさんまさんも2枚目俳優を気取っていたんだな。そして続編の男女七人秋物語に続き、やがてさんまさんと大竹しのぶさんは結婚するわけか。また再放送してほしいもんだぜ。本当だわね。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあまた来てねー。